こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はエイプリル・イン・パリスというカウント・ベーシー・ジャズ・オーケストラの曲を、解説していきたいと思います。この曲はですね、非常にビッグバンド部で有名な譜面があるのでやる機会も多いですし、あとボーカルもので演奏することもあったりします。なので、この曲を持ってきました。それではですね、まずイントロのペダルの処理、そしてテーマの部分の考え方、そしてですねトランペットソロの部分のコンピング、そしてサックスセクションの部分の盛り上げ方、そしてトゥッティの部分の、最後の決めと繰り返す部分の、フィルインの入れ方っていうところをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではイントロの部分ですね。ペダルって言ってタララ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 ラっていうメロディーのところでベースがウッドーンドーンドンって裏拍で弾いてます。なのでこれ書いてませんが、これバスドラを2、4で弾きます。なのでという具合にやっていきたいと思うんですね。なので、ここの部分は、2、4です。ここのバスドラなくてもいいかな。ハイハット2、4ずっと踏んでてもいいし、なくても全然構わないです。これここが大きくてここがちっちゃいというところですね。ここすごいアーキテクションマーク書いてるんで、すごいこう大げさにやってって言われると思うんですね。まずは最初ここの2小節がね、ここが大きくてで、このちっちゃくて、これを繰り返します。なので最初頭のとこは思いっきりクラッシュして、バラ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 入れてちっちゃくして、ラララララ、ここハイハートなくてもいいです。うバラ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 バ、静かにバラ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 バという具合にすればうまく演奏できると思います。ここがでイントロの部分でした。それではテーマの部分の考え方ですね。テーマの部分、ここ9とか17とかこれ書いてあるのはこの有名な譜面の、そこはもう数字で、ね、この譜面をねプリントアウトして、一緒に演奏してもらえば、普通に17のとこからねって言われたり、25のとこからねって言われたら、ここから見ていただければいいかなと思います。こういうふうに作っておきました。やっぱペラ1でできるからね、2枚目磨き弾きだから別に大したことはないんですけど、ちょっとドラマーとして読みにくい譜面ですね。 AABA 構成という、曲がですね、メロディー、最初の定時部のメロディーだともう一回ダララララダララララっていうのが、ここね同じことを繰り返して、でダラバラバラララダララララララのところはトロンボンがね8小節やります。この最初のところは思いっきりスイングするんですけど、バスラシブ軽く踏んでても全然いいかなと。これで一塊ね。だからこれ2回分やります。なので左手入れたのは、これは僕はおなずきとか問いかけって言われたやつの、動画があるんで、それ見ていただければいいんですが、適当に入れてもらっていいですね。でバスラシブで踏みながら、まあこの当時はまだスイングジャズ、もうダンスミュージックなイメージの曲ですね、この曲なんかは。でサビのところとかはライドを変えるとか、まあ最後の A のところなんかはもう一段上に上がるので、ここリムショット今みたいにしてもらってもいいですし、ここは5小節目の頭に一旦こう一番ピークが来るのね。で書いてないけど、ちょっと書いてみました。なので5小節目のとこ、こう書いてないけど、ここの手前にロールを、ここが何回も繰り返してみるので一番言いたいところにね、こう展開してきてて、だからその5小節目のとこ1段ガンって上げるのにクラッシュガーってして、でここのところでピアノウッパバンウッパバンってピアノが弾くから、それに合わせてでこう弾くでトランペットに行くという形で、テーマが最初にしか出てこないね、このテーマがね、ということでテーマの部分は AABA となっています。コンボでやるときはこの AABA のメロディーをやったら AABA でアドリブをして、で AABA の、またテーマが戻ってきます。こういう形ですね。はい、ということでございました。
はい、それではトランペットソロの部分のコンピングの説明します。これはタッタラッタラバララッタタッタラッタラーラっていうのがもう書いてあるんで、そのままやると思うんですね。なのでタッタラッタラバララッタタッタラッタラーラッタラッタラッタラバララッタタ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 タラバッタラッタバラダスーパータツタタ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 バリラララ感じですね。ここなんかすごい特殊な変なまたぎ方をしているので、ここどこやってるか分かんなくなるんですが、ここの部分がサックスが入ってきたところがここの2小節です。だから88なのね、ここの部分はね。だから88でやってもらって、でその最後のところもサックスが入ってくるんで、サックスが入ってきたらあ頭だなと思ってもらえばいい。これこのままやってもいいし、でバスラでここ踏むときはシブ踏んでたら3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2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 
ンドンワンドン、こうスニアにしても全然構わない。タッタラッタラバダダッタラッタラッタラバダタラッタラッタラバダダッタタ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 、はい、これはフレーズタンウンウンタンウンウンタンウンウンタン、これはウッタンドン、頭に向かうためのフィルインです。だからここのバスドラちょっと強く踏むとかね。でウッタン、これはうなずきですね。でサックスが入ってきて、でダバリブリブリブダーダっていうフレーズなので、ここは合わせます。あとはもうずっと普通にコンピングすればいいかなと。トランペットそのとこは意外とこのややこしいんで、僕は久々にやると僕もあどこ頭だっけみたいな感じになって、このサックスであっここだここだって言って戻ってくるんで、ここは、こういうふうに覚えておきましょう。はい、サックスセクションの部分ですね。わたららら、たらららたらららららっていうメロディーがあるんですが、1回目はたらららたらららたらららららら、2回目たらららたらららたらららららっていう具合にいくとうまくいくんじゃないかなと。こうね、だから僕なんかこれこの曲やるときはこういう具合にやると思います。でここのフィルインはうったうったうたたたたたっていう手順でいくと、左これレガートでしょ、うったうったう、ここは右からっていうフィルインです。これは頭に向かうこの全ダウンに対するセットアップなので、ここはどういう風でも変わらないですね。ワンツーシーフォー、一小節フィルインすればいいって感じで考えていただければうまくいくかなと思います。それでは最後のトゥッティの決めと繰り返す時のフィルインですね。ウッタータなので、ここは1裏からだから、これが大事です。これ決めはね、譜面では1裏しか書いてないんですが、3表で着地するところまでが決めです。これよくこう譜面に書いてあるとそのままやると、ワンツーシー、ここ思いっきりフィルインやって、すごいなんかこう最後のフレーズのところ誰もいない感じが、むしろ到着点の方が大事なんですよ。だから1裏はもちろん大事なんだけど、むしろ3の表の方が大事と言っても過言ではない。だからここは打ったもう、ね、こういう風に書いて耐えておきました。これで言ってもらって、ダダダダダダダはここの部分はフロアのロールですね。なのでここ加工してきたので、打ったとどうぞに切ります。ここまでです。でこうやって譜面書いてあるんだけど、ここ2拍目の表なんじゃなくて、ダダ
ラララはこのメロディーでしょ。だからここって一頭なんですよ。なのでダーラララっていう構想になってます。音楽的にはここが一頭なのでここ間違えないようにしましょう。でフィルインがワンモアワンワンモアタイムっていうのをやるんですけど、ここをちょうど3の裏と4の裏がうっかりそこを埋めてるので左からのセブンストロークで、ただこれ裏裏だから入りにくい。なので初心者とかこう、あとなんていうんですか、プロの集団はもう全然これでいいと思うんですけど、もうこの曲知ってるからこうもう瞬間的に入れると思うんですけど、これちょっと難しいので普通はこうします。っていう具合にやります。なのでワンモアタイムでやって、でここ2回目もだからここダーっていうのは別にこれ表なんで、ここタイミングが多分これカウント取ったら表になってるのが同じことです結局はね。あーごめんなさい、これ多分譜面がここですね。ここが1カッコです。譜面は直しておきます。ここが1カッコなので、ここ2回目やってるのも一緒です。ここも3カッコもこれ一緒です。結局同じことをやってるので、ダー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 、ここフロアのロールになったけど止めて一回切るんですね。でワンモアワンスとかやっていくんですけど、あとは繰り返し一緒です。なので、初心者の方はやれば、初心者じゃない人はでいくとかっこいいですっていうお話でございました。はい、というわけでビッグバンドに入るとものすごくよくやる曲なので覚えてしまいましょうということで、エイプリル・イン・パリスの曲の解説でございました。ちょっと難しかったかもしれないですが、曲としてはそんなにビッグバンドしたらね、ストライク・アップ・ザ・バンドとかウィンド・マシンに比べたら随分平易な曲なので、単純化してやってしまえば非常に簡単にできると思いますので、ぜひやってみてトライしてみてください。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。